はい、本日はですね、こちらワークマンのイナーレムという防水ジャケットとゴアテックスを比較していきたいなというふうに思います。ということで、昨年2021年ぐらいからこのワークマンっていうブランドっていうかね、あのワークマン皆さん知ってますよね。それからね、このイナーレムという防水の素材を使った生地が出てきたんですよ。で、これがなんとあのゴアテックスと並ぶというお声があるんですよね。で、皆さん思ったと思います。ほんまにこのワークマンのね、イナーレムがこのゴアテックスと同等の機能があるんですかと。それはゴアテックス博士を紹介してくださいということで、皆さんお声をいただいたと思いますので、まあ、今回はね、比較していこうと思います。で、そもそもね、このイナレムっていうのを今日初めて聞いたよって方もね、いらっしゃるかもしれませんので、まあ、簡単に性能をね、お伝えしていきますと、まずは防水である、もう全然濡れませんよということで、こうカッパとかね、レインスーツとしても活用できますよっていうのがこのイナレムなんですが、そんなのはもう今昔から出てましたけども、何がこれのジャケットの画期的なんかというと、透湿性というのが画期的なんですね。要は蒸れないっていう、こう中の蒸れが少なくてちゃんと蒸発していって中の熱気が逃げていきますよっていうのが、今までこのゴアテックスの方にはあったんやけども、この普通の防水ジャケットにはなかったんやけども、このイナーレムが出てきましたということなんですね。あ、なるほどと。水弾くのは当然やけども、熱気も逃がしてくれるのがこのイナーレムのすごいとこなんやなっていうことやと思いますので、まあ、まずは着用していきましょうか。どんな感じの見え方になるんかということで、先ほどこちら買ってきました。ワークマンで、イナーレムストレッチレインスーツの LL サイズのオリーブという色をね、買ってみました。はいと、まあこんな感じのね、ジャケットになっております。で、袖のところにね、こうやってイナーレムって入ってあるんですけど、まあ、これがあることで、防水性もあるし、ちゃんと中の熱気、こう運動とかスポーツとかしたら集まってくるじゃないですか。で、これがどんどん熱気が外に蒸発していきますよと。だから分かりやすく言ったらね、こうやって網目あるじゃないですか。で、この網目が水は通さへんけども、中の蒸発だけは通すような小さい穴があるって思っていただければいいんですけど、それがこのイナレムにもあるし、ゴアテックスにもあると。だから同等ですごいんだよということになってるんですね。じゃあ一回ちょっと次はノースフェイスのマウンテンレインテックスっていうゴアテックスの方を着てみましょう。で、先に言っとくと、これゴアテックスっていうのはノースフェイスが開発した生地ではございません。また全然別なんやけども、ゴアというね、おじさんが作った生地なんですよ。それがこちらね、ゴアテックスということなんで、いろんなブランドから出てます。ノースフェイスだけじゃなくて、パタゴニアとかモンベルとかアークテリクスとか、いろんなブランドから出てるんやけども、これを使っていいですかという許可を取らなきゃダメなんですけどもね、まあ、これがそれぐらい優秀な生地で、防水生地であるということをね、分かっていただきたいんですけども、まあ、こんな感じですね。まあ、特にジャケットの仕様とかはそんなに喋るつもりないんですけど、まあ、これはね、購入した時についてくるタグなんですけども、なんかたまに知りませんけど、僕の視聴者さんからこのタグにサインしてくれというお声をいただいてね、サインすることがありますが、僕はゴアテックスの方から1円ももらっておりません。それだけはね、念頭に入れておいていただきたいんですけども、では性能のスペックのちょっと比較をまずしていきましょう。同じ防水って言ってもね、実は数値によってここまでの雨やったらいけるけど、これ以上の雨やったら無理やねとかっていう数値がね、分かりやすくあるんですよ。あ、なるほどねと。防水って言ったら全部雨はじくんやと思ったけど、そんなこともないねんなと。めちゃくちゃ雨降ってる時やったらこの数値ぐらいになるのでちょっと厳しいかなとか、あ、これぐらいの小雨やったらこの数値になるのでいけますよっていう数字があるんですけど、だいたいね、1万ミリ耐水圧1万ミリって言ったら、まあ普通ちょっと大雨かなっていう、梅雨の時期のバーッと雨降ってる時あるじゃないですか。それが1万ミリって感じなんですね。で、次に2万ミリって言ったら嵐、よくあの台風とかで、あのアナウンサーがすいませんこちらですねって言って大吹雪の中でこうやって立ってる時ある。ああいう時大体ノースフェイス着てたりするじゃないですか。で、それがね、ゴアテックス着てたりするんですけども、一応イナーレムの方の耐水圧の数値は2万ミリなんで、大雨やったらまあギリいけるかなと。あ、そんなところまでいけるんだねっていうのはね、このイナーレムの、まず外から守ってくれる防水圧です。対してじゃあゴアテックスはどれぐらい守ってくれるかって、4万5000ミリなのです。だからもうこの世で存在しません。そんな雨存在せんし、そんな雨にもし打たれたら体ボロボロになります。もしくは立ってられません。なのでゴアテックスもに関しては完全防水なんですよ。完全防水、もうどこからどうしようがもう雨が入らないっていうのがこのゴアテックスなんですけど、イナレムは別に完全防水とは言ってないんですね。完全とは言ってなくて、まあレインスーツと言ってるので雨は漏れるということなんで、この辺がね、実は完璧に防水を求めはる方はやっぱゴアテックスになるんですけども、まあ、多少雨とかが濡れへんかったらいいかなっていうのはね、このイナレムぐらいになってくるので、まあ、こういうの数値見ただけね、あ、なるほどねと。こんな金髪でね、シュプリームの T シャツ着てうさんくさいこと言ってる、あ、そういう数値の見方があるんだねというふうに見てもらって分かるかなと思うんですけど、ついさっき言った透湿性ですよね。中の熱がね、ここを通じて逃げていくんですよ。別に穴もどこも開いてないのに、ファーッとこの中からファーッと外にファーッて逃げていくんですけど、これも実は数値があるんですよね。で、この数値に関してはこのイナーレムの方がゴアテックスより高いんですよ。だから蒸れにくいっていうのは、どっちかってイナーレムの方が蒸れにくいんですね。これが結構革新的なと
ところで、あ、蒸れないジャケットなんだと。一般的にはどうしてもね、こう雨のジャケットって思われがちだけど、じゃなくてこれは蒸れないジャケットっていうところが正しいんですよね、数値的に見ると。だからね、雨の日とかにこうカッパとかずっと着とって一日動いとったらね、確かに濡れはせえへんねんけど、外の雨から濡れへんけど、汗でびちょびちょなることってあるじゃないですか。それが起こりにくいのがこのイナレムなんですよね。こんだけイナレムについて語ってるけど、これも残念ながら案件はいただいておりません。だから自腹で買って自腹でお話してるんですけども、まあ、その辺ちょっと理解していただいて、次はね、価格にちょっと移りたいなと思うんですけど、価格がすごいんですよ。これね、ジャケットとパンツで、このセット、上下セットで4900円なんですよね。対して、ノースフェイスでゴアテックス上下合わせようと思うと、まあ、これジャケットが大体3万円ぐらい。で、パンツも2万円ぐらいということで、大体5万円ぐらいするんですよね。そういう風に考えると、単純に10倍の値段の差。これをまあ、どう取るかってことなんですけども、それぐらい、まあ、値段的に考えたらコスパは最強って最強なんですけどね。まあ、こんなことみんなが言ってるから別に大して言わないですけど、まあ、そういった違いがあると。でも、ほんまに濡れへんのっていうところがね、僕からさ、やっぱ気になるんですよね。多分見ていただいた方も、ほんまに濡れませんかと。それがイナレムの一番気になるところですよってことだと思いますので、実験もしてみました。で、濡らしてみてどうなんかなっていうのも見て、確かに2万ミリの耐水圧があるので、ジャケットが普通の雨ぐらいでは浸透はしません。だからシャワー程度では全然浸透はせえへんし、それ以外にもね、こういったところに止水ジップとかが使われているので、このチャックの隙間から水が入るってことも全然ないんで、その辺はいいんですけど、はっきり言ってこれ濡れます。で、言ってることちゃうやないかと。これ2万ミリやったら濡れへんって、さっき言ってたし、10分濡れへんって言ってたやんけって思うじゃないですか。それでは、この金髪終わりません。ひっくり返すんですね。ずるーっとひっくり返していくとですね、防水のジャケットって僕何十着もゴーテックス持ってるんですけども、こういった CM テープっていうのは必ずあるんですよ。これなんでつけてんのというと、表にひっくり返してみると、これ塗ってるんですね。これ塗ってる跡わかります?で、この塗ってる隙間に穴があるじゃないですか。針の穴が。でそっから水が入ってこうへんようにこのテープがあるんですよ。このテープの名前は何て言うんでした?せーの、シームテープということで、このテープが全箇所の縫製にあるはずなんですけども、このイナレムに関してはないところもあるんですよ。だからシームテープがある場所からは絶対水は入っていきません、剥がれない限りはね。でこれはゴアテックスも同じようになってます。このように塗った裏側見たらシームテープが貼られてますっていうのがゴアテックスも同様なんで、防水ジャケットって基本これがあるもんなんですけど、よく見てほしいのがね、一番大事な場所、首元にシームテープがないんですよ。ここの襟のところ、ちょうどこの首のタグがあるところとかがもう全くシームテープがなくて塗りっぱなしで、表側も見てもただ塗ってるだけっていう状態なんで、これじゃあゴアテックスの方どうなってるんかっていうとね、ちゃんとゴアの方はこの塗ってるところにもシームテープがねあるんですよ。だから首からこうやって雨が入ってくるってことはないんやけど、イナレムの方はねこれ塗ってないでしょ。でこれおそらく考えられることとしてはですよ、ちょっと縫製の段階が違うんかなと思うんですよ。まずはこの胴体の部分仕上げていって、最後に首だけちょこんってつけてるからシームテープがないんかなとかって思ったりするんですよ。あえてここだけ外そうかいたって、そんなにコスト安ならんからね、あえてそれで外してるわけじゃないとは思うんですけど、その縫製の工程のタイミングでね、ちょっとそれができひんかったんかどうかは分からんねんけども、まあ、とにかくそんな分からんこと言うよりも、これは濡れますと。でどっから濡れるんですか、これ首から濡れます。なんでそんなこと言うんですか、シームテープがないからですっていうのが、これ誰が見ても分かりますよね。あ、なるほどねと。これてっきり僕防水のジャケットやと思ってたわって方はね、防水の生地は使ってるんやけども完全防水ではないというのが非常に正しい答えなんですよ。でそれはなんでなんですか、せーの、シームテープがないからっていうことでね、言っていただいたと思うんですけど、一番首元って大事じゃないます。で特に濡れるのって一番首元でしょ。こうやってねジャケット着ててね、雨が横から来ることって考えられるけど、だいたい上から来るじゃないですか。上から来るってことは一番この辺って当たるんですよね。で当たる部分であるし、人間の体温が下がりやすいところとか体温感じやすいところやから、首元から水がポタ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 浸透してくると、あ寒いなとかね、あびしょびしょに濡れてくるな、ちょうど上から全部濡れてきますので、それがこのイナレムでは起こってしまう。対してゴアテックスにはもう完全防水言うてるぐらいから、ほんまにこれも濡れへんって思う方もね次出てくるでしょ。イナレムで濡れるんやったらゴアも濡れるんちゃいますかって思う方もいらっしゃると思うんですけど、ご安心ください。このゴアテックス博士がお話しさせていただきたいなと思うんですけども、ゴアテックスとはっていうのはですね、こちらのようになんかちっちゃい小屋の中にね人間が入って、で四方八方からもう水をバーッと浴びさせるんですよ。でブワーッと浴びさせて、それを何回も何回も実験して、それでも濡れないっていうのが確証されない限りは、残念なことにこのタグがつきません。だからこのタグがついてるってことは、どのブランドであっても完全防水なんですよ。ちょっとでも水が入ってくるとですね、このタグはもう一切つけれなくなってくるので、まあ、このタグをつけようと思うと細かいところまで絶対に抜け目がない状態にしないと完全防水とは言えない。で完全っていう言葉って何でもそうやと思うんですけど、完全未遂とかもそうやと思うんですけどね、奥さんに夜飲み屋行った時のね、 C
知り合った女の子からの名刺がねポケットに入れてたらそれは完全未遂とは言いません。しっかりそれは目で記憶するか、あとはなんかアプリで裏アプリかなんかでダウンロードしとくかでね、とにかくバレないようにしとくってことが完全未遂というのと全く同じようにちょっと抜け目があるんですよね。おいおいおい、これちょっとつついたらバレちゃうぞっていうのが、まあ、このイナレムの方、首からちょっと水入ってくるよねと、その細かいところやねんけど、そういうところがちょっとまあ完全防水ではないよねっていうことで、まあ、それぐらいこのゴアテックスがあるっていうのはもう信頼の証なんですよね。どのブランドとか関係なく、別にノーセンスやからとかアクタやからとか関係なく、それぐらい信頼の証であるということになってるので、最後におすすめの人はね、実はというと結構ねこのイナレムをバイクの時に着てるとかキャンプの時に着てるとかっていう人おるけど、全く逆、どっちかって言ったら街中でしかちょっとしか着いひんとか、街中でとかやったら傘もさしてるからそんな濡れることないじゃないですか。そういう方はこっちがいいと思うんですけども、逆にバイクとか乗るってなったりすると耐水圧っていうその雨の勢いもやっぱすごなってくるんで、45,000mAh でゴアテックスにするべきなんですよね。で隙間から水も入ってこうへんし、アウトドアするキャンプする時なんかまさにそうで、ゴアテックス着とかんと体の体温下がってきたりとか命にかかってくることなんで、アウトドアする人ほどゴアテックスにするべきやし、逆に街中でしか着ないっていう、もうファッションでしか着ないっていう方ほどイナレムで十分やと思うんですよ。でそれはなんでっていうと傘持ってるからね、これがおすすめの人かなと思います。まあちなみに僕はねもうずっとゴアテックスしか着ないんですけど、その代わり傘差しません。もうずっと全身ゴアテックス、ジャケットゴアテックス、パンツゴアテックス、そして靴もゴアテックスっていうことで、リュックもね防水のリュックやってフードをかぶって街中歩いております。まあそんな変な人は一回ちょっと例外としておいて、まあ基本的には傘差してると思うので、まあ傘差してる状態だったら別にどっちでもいいんですけども、特にバイク乗るとかアウトドアするとか通勤でチャリンコ乗ってるという方はイナレムじゃなくてゴアにね行った方がいいんちゃうかなっていうのは個人的な感想ということになっておりましたので、まあ今回はゴアテックスとイナレムの違いについてお話ししてみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。